相川翔、演る中野秀夫、若い頃の衝撃エピソードがヤバすぎる。相川翔さんは一世風靡セピアのメンバーとして1984年にブレイク。その後俳優に転身し、多くのドラマや映画で活躍しています。男気あふれる様々な言動で多くの人に慕われる相川さんですが、若い頃はかなりやんちゃで武勇伝をいくつも残しています。今回はそんな相川さんと親交の深い中野秀夫さんとの昔の衝撃エピソードについて見ていきます。それぞれの若い頃の衝撃エピソード。相川さんは小学生の頃20対1の喧嘩をして勝ったことがあるそうです。相川翔喧嘩最強伝説はその頃から始まっていたのですね。20人の敵に囲まれた相川少年はそのまま立ち向かったら負けると考え、俊足を生かしてグランドを縦横無尽に駆け回り、彼らがばらけたところで一人ずつ叩きのめしたのだとか。小学生ですでに喧嘩の戦い方を分かっていたのがすごいですね。そして相川さん強すぎます。相川さんの武勇伝は数多くあるのですが、有名なのは光源氏の諸星和美さんと飲んでいた時、暴走族に囲まれたという話。諸星さんに、お前は有名人だから車の中にいろと言い残し、一人で集団に乗り込みました。しかし大声を出すわけでもなく、暴れるわけでもなく、彼らに、もう帰った方がいいよ君たちは、あんまりやばい運転しちゃダメだよと注意し、その場を収めたと言います。相川さんは実は喧嘩を吹っかける方ではなく、止める方がずっと多いそうです。相川さんは大人になり、暴走族に知り合いがいるわけではないのですが、不良と呼ばれる若者たちに親近感を覚えるそうで、飲んだ時など暴走族に遭遇すると、家まで送ってよとタクシー代わりに使っていたそうです。相川さん曰く、丁寧でタクシーよりもよく道を知ってるのだとか。中野さんはプロボクサーだった父親は家に寄りつかず、母親は妹を連れて出て行ってしまうという壮絶かつ孤独な少年時代を過ごしています。中学生の頃からパンチパーマを当て、喧嘩三昧の毎日だったそうです。高校時代はハンドボール部に所属、活躍していたものの徐々に非行に走り、暴走族スペクターに在籍するようになりました。遠足に特攻服で参加していたという噂もありますが、その後高校は中退しています。しばらくトラック運転手などをしていましたが、兄貴と慕う相川さんに誘われて芸能界へと歩みを進めることになります。劇団一世風靡に参加するようになった中野さんは、初めは事務所のスタッフとして働き、柳葉敏郎さんの付き人をしていたそうです。メンバーの送り迎えから喧嘩の仲裁まで仕事は様々でした。収入は月に7万円くらいで、生活は厳しかったそうです。2人での衝撃エピソード。相川さんと中野さんの出会いは喧嘩でした。中野さんが16歳の頃、所属していた暴走族の仲間とたむろしていたところ、偶然通りかかったのが相川さん。そのリーゼントスタイルをからかったところ、なんと一発の頭突きでダウン。相川さんが細身の体型だったため勝てると思った中野さんでしたが、ものの3秒で瞬殺だったそうです。あまりの強さに一緒にいた大勢の仲間も逃げてしまい、数名が遠巻きにその様子を見ていたといいます。そんな衝撃的な出会いをした2人ですが、相川さんは数日後に中野さんのもとにお菓子を持ってわざわざお見舞いに訪れたそうです。中野さんは最初は驚いたものの、その律儀さに心を動かされ、徐々に親しくなっていったといいます。中野さんは相川さんを慕い、弟分のようについて回るようになり、面倒見の良い相川さんも中野さんらを自宅に呼んでサンマを焼いて振る舞うなど可愛がっていたようです。ある時、暴走族に怪我をさせられた仲間が助けを求めてきたため、相川さん率いる150人と中野秀夫さん率いる150人とで暴走族100人を挟み撃ちにして倒したそうです。原宿での大乱闘に竹下通りのシャッターが全部閉まったと言われ、今でも伝説になっています。相川さんから誘われ、劇団一世風靡に参加するようになった中野さんは、19歳の時、一世風靡セピアの海賊版を売っていた者に対し注意をし、商品をすべて回収してきたこともあったとか。すぐに怖い人たちが乗り込んできましたが、相川さんは中野さんをトイレから逃がし、自分が話し合いでその場を収めたそうです。2人の昔の写真。
相川さん20代の写真です。リーゼントの髪型が決まっていますね。一世風靡セピア時代の相川さんです。少しはにかんだような笑顔が素敵です。 V シネマ鉄砲玉ピューで主役デビュー。相川さんは V シネマ創世期から出演、100本以上の作品で主演を務め、 V シネマの帝王と呼ばれています。中野さんの名を一躍有名にしたドラマ愛という名のもとにのワンシーンです。非常に印象深いキャラクターで注目を集めました。息子さんが小さい頃の写真です。いいお父さんぶりが伝わってきますよね。まとめ、相川翔さんは若い頃は一世風靡セピアのメンバーとして活躍、その後俳優に転身し、 V シネマを含む多くの作品に出演しました。小学生の頃から喧嘩最強、高校時代には筋金入りのヤンキーとして多くの武勇伝を残す相川さんですが、実は喧嘩を収めることの方が多かったと語っています。交友関係も幅広く、面倒見のいい相川さんが弟分として可愛がっているのが中野秀夫さんです。2人の出会いは喧嘩と衝撃的なものでしたが、それをきっかけに現在まで強い信頼関係で結ばれています。